さて今回はトヨタ V10 型2代目カムリ初代ビスタについてゆっくり解説を始めるぞ。V10 型カムリビスタといえばトヨタ初の横置き FF 車。横置きエンジンの FF 化には慎重になっていたトヨタだったけど、ついに納得できる仕上がりになったのね。FF のメリットを最大限活かせるのは横置きレイアウト。それに加えて世界の流れも FF 化へ加速し、ライバルは次々と FF 化していき、トヨタとしてもこれ以上差をつけられることは許されない状況だった。ということでそれでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。カムリは FF カムリとしてデビューする2年前に、FR4 ドアセダンのカリーナをベースにスポーティーセダン4ドアのセリカカムリとして一足早くデビューしていたんだ。確かカローラ店には当時セダンではカローラが一番上で、カローラを卒業したユーザーに販売するミドルクラスセダンがなかったのよね。そこで、本社にミドルクラスセダンの開発要望を出したところ、FF カムリはまだ開発中で急遽、フォードアセダンのカリーナをベースにカローラ店の顔とも言える初代セリカ WX 風の T 字グリルをつけたセリカカムリをワンポイントで発売したのよね。スタイリングはコストをかけずフロント周りは輸出用カリーナでリアのミシン設計。しかし、わずか2年しか販売されなかったにもかかわらず。シャーシーは FR セミトレの4輪独立喧嘩で、エンジンは 2000cc 4気筒 DOHC を搭載し走りは楽しめた。歴代カムリの中では異色の存在だった。次にトヨタは1981年の東京モーターショーに F120 という5ドアハッチバックのプロトタイプカーを出品する。開発は着々と進んで、市販車とほぼそのままのスタイルでの登場。最終のリサーチモデルね。カムリビスタはコロナに代わるミドルセダンの世界戦略車として、1977年8月から開発がスタートした。ボディサイズはマーク2とコロナの中間のサイズながら、FF のメリットを活かし室内とトランクは最大限広くする。セリカカムリのようなスポーティーさは影を潜めて、高級 FF4 ドアサルーンとして登場したのね。ボディバリエーションはカムリは4ドアセダンのみで、一方のビスタは4ドアセダンと5ヶ月遅れで使い勝手が良い5ドアハッチバックの2種類を展開する。デザインコンセプトは機能美あふれるスタイル。スタイリングは当時トヨタが多く採用していた空気抵抗を意識した曲線を基調とした、シャープなウェッジシェイプのスタイリングで登場。CD 値は 0.37。大きなキャビンを実現するためウエストラインを低くし、ガラスエリアは6ライトで大きく取られ、居住スペースの前後長は1875mm、横幅1415mm もあり、足元の広さはクラウンに匹敵する広さだったわ。テールランプは横長の長方形のオーソドックスなタイプで、安定感のあるごく普通のリアビュー。インテリアも上級グレードでは速度表示はデジタル式、回転数はバーグラフ式のエレクトロニックディスプレイメーターが採用されたわ。空調はユニークで運転席と助手席の温度コントロールが左右独立して可能なタイプで、エアコンは2ステージタイプ、エコのモードを選ぶと燃費が向上しファンの騒音も低減された。前期型カムリ ZX のボディサイズは全長4400全幅1690全高1395ホイールベース2600車両重量1040kg、サスペンション前ストラットコイル、後ろストラットコイル、ブレーキ前ベンチレーテッドディスク、後ろリーディングトレーリング、タイヤ18570SR13。フロントサスはアンチダイブ機構を取り入れスプリングがオフセットされ、リアもダブルリンク式でスタビライザーが装備されたわ。ステアリングはラック&ピニオン式を採用する。搭載されたエンジンは当初、新開発の軽量コンパクトな 1800cc 直列4気筒 SOHC キャブの 1SL 優型100馬力を搭載。エンジンはボンネットを低くし重心を後ろと下に下げるため、22.5 度後方に傾けて搭載される。ドライブシャフトは等長式を採用し左右均等な走行フィールを実現し、トヨタとしても満足のいく完成度となった。特に気を使ったのがエンジンマウント。車の仕上がりを左右する重要なポイントで、ゴムブッシュの大きさと硬さは入念にテストが繰り返され、新型 4.4G 円筒型エンジンマウントが開発された。発売当初のミッションは5速 MT のみで、4ヶ月後に 2way オーバードライブ付き4速 AT が設定されたわ。遅れた原因は横置きエンジンに対応するミッションの開発に手間取っていたかららしい。そして1982年3月、カムリビスタは小型高級セダンとしてデビューする。カムリの社名は日本語のカンムリの異なる語形カムリから。ビスタの社名はイタリア語で展望の意味。販売店はカムリはカローラ店、ビスタはビスタ店。
カムリビスタともに 2000cc に排気量をアップした直列4気筒 SOHCEFI の 2SEL 夕方120馬力と電子制御式4速 AT の ACTS が追加された。ここでビスタには前高がセダンより 25mm 低くなった5ドアハッチバックが追加されたわ。大きなキャビンを確保しながら流れるようなファストバックスタイルのスマートな5ドアハッチバックで、テールゲートもバンパーの上から大きく開き、分割可動式リアシートとで実用性は十分だった。が、販売不振で次の2代目では5ドアは廃止されてしまう。やっぱり日本では5ドアハッチバックは人気がなかったのよね。そして84年6月マイナーチェンジを行い後期型に、目玉はエンジン。2000cc 直列4気筒16バルブ DOHC の 3SGEL 夕方160馬力が搭載される。これは日本初の横置き DOHC エンジンだった。登場した時はごく普通の4ドアサルーンだったけど、次々と新型エンジンが搭載され、パワーアップしモデル末期には FF スポーツサルーンに大変身していたわね。ディーゼルターボエンジンも 1CTL 型80馬力から 2CTL 型88馬力に変更されたわ。そして、86年8月に次世代モデルとなるエッジが丸くなった V20K カムリビスタにバトンタッチする。ボディは4ドアセダンに加え4ドアハードトップもラインナップされ、カムリにはモデル中期にインテリアをゴージャスにして 2000cc V6 エンジンを搭載したプロミネントを発売し、ハイソカー戦線にも参戦したわ。ビスカス式 4WD もありました。V10K カムリビスタの販売期間は約4年半で、生産台数はカムリが約23万台、ビスタが約11万台だった。カムリの方がビスタと比較して2倍以上の販売台数だったのね。同じ車だったのにカローラ10恐るべしだわ。大きな室内と FF 特有のタックインもうまく消した走行フィールとは裏腹に、日本国内のセールスはあまり良くなかった。シンプルなスタイリングとインテリアが、ユーザーにはシンプルすぎて簡素に映ったのかもしれないわね。それに上にはマーク23兄弟があったし。ユーザーもスモールクラスの FF 車ならともかく、ミドルクラスの横置き FF 車に対してはまだ半信半疑で、2台の知名度が低かったのも苦労した原因じゃないのかな？現在、北米ではカムリといえば大人気のトップセラーカーで全長4905、全幅1840、全高1455にまで成長した。残念ながら日本国内販売は2023年に終了してしまったが、トヨタを支える世界戦略車だ。一方のビスタは1988年に兄弟の縁を切り独立モデルとなり、独立後は2003年にビスタとしては生産終了し、その後はベンシスに吸収されてしまう。中古車情報サイトで V10K カムリビスタを検索してみたところ、それぞれ1台ずつの合計2台が掲載されていました。2024年10月現在、支払い総額はどちらも100万円台でした。直線基調でトヨタ初となる横置き FF 車のカムリビスタに興味のある方は一度覗いてみてください。ということで今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。